今回はですね、二次三次を切ってのね、大芸術家たちの皆様にねお集まりいただきました。はい、リゼヘレスタです。シルレアリズム代表です。よろしくお願いします。シルレアリズムね、あのね、うん、朝食ったわうまくない？なんかこれマジで最初さ、いや私あのあれなんですよ、そう始まる前にチャイカさんには言ってたんですけど、最近絵が普通にうまくなってしまって、こういう企画成立しない可能性があるんだけどって心配してたんですけど、ずっと何言ってんだろうって思って右下もう分からん。えこれあれじゃん、ゴゴ先生落ちて、まあね、ライン超えたよ。うんちうんち。ゴゴ先生のカエルとミトのカエルちゃん。口をね防線で描くやつ初めて見た。もうなカービィ、ね、幅が足りなかった。えカービィみたいな顔だったでしょだって。びっくりする。なんで謎の草書き損じたんだと思った。おチャイカさんだって。違う、私のじゃない、あのカエルちゃんが謎の草、カエルちゃんの方、そう。おい、なんで謎の草って言われて間違える対象が2つあるの？キャンバスに謎の草2体いたコロコロ。シーナさんのとかさ、こう見て、この部分とか本人一致じゃない？あれ？これあったでしょ、この部分、なんかこれ切れ込みみたいな。親知らずの化け物でしょ。違うよ、歯じゃねえよ。こうやって死肉に埋まってるやつじゃないんだ。違うわ、親知らずの化け物。横向きに埋まってて抜きにくいタイプの親知らずじゃないわ。破壊されるやつじゃない。違うわ。え、あったじゃん。ちょ、え、シーナさんのさ、この部分、この部分、どの部分、これこれ、この部分、この部分、あの光の反射ね。光の反射だったんだ。うん、なんか呪いの輪みたいなの巻いてる。いや、誰が巻いてんねん。巻いてるか、神の目。謎のタスキみてえなやつ。はい、というわけでね、はい、このメンバーで、エセ芸術家ニューヨークへ行くをやっていきたいと思います。はい、お上品な拍手です。芸術家なのでね、芸術的拍手、お上品。